い、ハリーでーす。今ホーチミンのベンタイン市場の近くに来ています。これから、ベンタイン市場に行ってみようと思います。よろしくお願いします。はい、ベンタイン市場の近くのバス停です。ここから降りていただいて、ベンタインに向か、ベンタインに向かい、ま、向かうことができます。空港からのバスもここを通ります。こちらを歩いていただいて、今ベンタイン市場ね、向かってます。ベンタイン市場は、ホーチミンで、最も、有名な市場の一つです。観光客もたくさん来てます。中では食用品をはじめ、雑貨類、衣料、 T シャツ、その他たくさんのものが売ってます。今ね、向かってますが、バス停から歩いて5分もかからないところにあります。もしモーターサイやバスなどで来るときには、ベンタインって言えばですね、教えていただけると思います。今日本の会社が地下鉄を作っています。ベンタインの前はちょうど広場になってたんですけど、そこは今工事中です。はい、ベンタイン見てきました。はい、こちらがベンタインの正面の入り口です。はい、ベンタイン市場の中に行ってみようと思います。ここがですね、正面玄関です。まず飛び込んでくるのが時計とか販売してます、ね、外国の人もたくさん来てます。その次にあるのが医療関係ですね。 T シャツ持ってます。こちらずっと医療です。カバン持ってます。インドの服のサリー持ってます。いや、日本語できるお姉さんもいました。いや、この辺は、野々屋さんって感じですけどね。この辺は T シャツもあります。いろいろな方の色の T シャツがあって、迷ってしまうほどです。この辺は寝具も売ってます。はい、この辺も医療関係とカバンとかね、売ってます。値段は交渉制なようでございまして、値札が書いてある店もあれば、交渉して買うという方の店も結構あります、はい、靴屋さんもありますね。メガネ屋さん。ここからですね、ちょうど真ん中辺あたりから食料品の方に移ります。たくさんのお土産ね、ベトナムのね、お土産たくさん売ってます、ここで。
もちろんベトナムはこのお土産の一つとしてコーヒーも売ってます。この辺はお土産関係のところですね。ちょっと入ってみましょう。いろいろと賑やかなところですね。この辺は瀬戸物も売ってます。うわー綺麗な瀬戸物いっぱいです。いろいろなお土産も売ってます。わベトナムねらしいものもあるような気がしますけど、いかがでしょうかね。こちらねちょっとおしゃれなカバンとか持ってます。この辺はお土産がたくさん売ってます。ベトナムのねらしいお人形も売ってます。わーすごい、かわいいお人形持ってますね。この先は食料品売り場です。まず果物が見えてきましたね。レストランあります。なんと日本語にも書いてあります、ね。ちょっとね閉まってる店もありますけど、まだまだ空いてる感じです。今ね時間で言うと4時頃ですね。麺もたくさん売ってます。飲み物屋さん、ここでね食事したりすることもできます。お手軽にね食事することができるので、ここで食事するのもいいんじゃないかと思いますけれどね。はい、お菓子も売ってます。たくさんのものがね、いろいろ一箇所でいろいろ買えるところの一つで、もしお買い物をしたいなと思ったらだと思います。ベンタイン市場からハリーがお届けしました。